はい、2021年3月18日ドラクエウォーク、明日はイベント更新でございます。2週スタートでございますということで、新しいメガモンスターデスマシンが来ますということで、やっと待ってました、1週間待ちましたということで、まあ、このような感じの構成でいっています。本命はもちろんねシャドなんですけど、とりあえずメタスラの方でマシン特攻がありまして、それから、まあ、気になっとるところのドルマも入れてみて、どんな感じか試してみましょうということで、一応メタスラの方がマシン系のダメージ 10% あるんですよ。でそれを海賊につけまして、でさらに一応バトマスも用意しまして、私の手持ちの中で言うと、まあ、強い部類の魔剣をこれを利用して、ドルマがどんなもんか、まあ、マシンとかの特攻はないですけど、というのがこれ明日からレアモンでエビルホーク来ますが、一応エビルホークバトマスなら最強セット入ってきます。お前しつこいね、またなんか言っとんだろ、あれドルマが来るだ来るだって言っとるんですよ。っていうかね、これが本当に引っかかるんですよ、この心が。大義だから冷静に考えれば別にあれだよね、ベージュの爪って考えるのが筋だよな。ただでも、ぴったりなんだよね、デスマシーンに。ベラ耐性あるし、マシン系のダメージあるし、ノルマが通ればっていう話ですけどね。も大義って言うとやっぱあれだな、冥獣の爪なんだよな。これが引っかかるんですよね。で、さらに、さっきも言いました通りに、レアモンでエビルホーク来ますが。それも後押しじゃないですけど、来るんじゃないかと。まあ当然ね、本命はね、ヒャドなんですよ。そんなもん、ヤシャコンカコンガイのチェアのか、あの言いにくいやつ。あれ持ってけばなんとかなる。あれ、福引きで見ると武器にもマシン特攻 5% か、ついとるから、まあまず、ヒャドだろうなっていうのはわかるんですけど、これが要は布石として、とりあえずこれで最初やってみて、火力がどんなもんか調べていきたいんですよ。自分の手持ちの武器の中で。で、それをやってって、もちろんヤシャコンも試したいですよ。そしたらですね、あれどれだったかな、バトマスだらけのやつ、あれどこやった、ちょっと待ってくださいね、どれだった、これ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 、最終的にこれにして一番火力の出せる武器をバトマスに試したいかなと思ってたんですよ。まあ当然ヒャドが来るだろうということで、一応簡易的にヒャド入れてたんですけど、これ何がしたいかというと、要は海賊で威圧方向をかけて、相手の体勢じゃないけど下げていって、で魔法戦士でフォースブレイクかけていく。で、スパスタでバイシかけていく、バトマスに。で、一番自分の手持ちの中で火力出せる武器をバトマスに持たして、まあ、火力出して遊んでいこうかなって。3人回復おるし、そうやってやっときゃなんとかならんかなって。問題はデスマシーンがそんな大したことない相手だったら意味がないっていうことなんですけど。あと一個これ弱点なのか。要はこれバトマスに、気合痛めとかそのあたりとか集中させて火力出してダメージ与えて楽に勝ちたいっていう風にしていきたいんですよ。スパスタのアンコールとはちょっと作戦的には違うんですよ。海賊の方向も使ってるから。問題なのはこれ、一応仮にアシャコンの持たしてますが、この要は回数攻撃、多段攻撃が当然気合痛めとか最初の一発だけですか、それが乗らんっていうところが使いにくいんですよね。だからとりあえず明日手持ちの武器を見ていっていくと、単体で火力出せるんでいくと、さっきで言うと、魔剣、まあドルマが通ったらの話ですよね。まあ本命は絶対ヒャドだと思うんですけどね。とりあえずギャシャコンとか持っていけば、まあまあ間違いないだろうと思いますけど、それからナイトメアチェーン、これがバギー、単体で火力出せる。ぐらいかなーっていうところなんですよね。で、そこら辺のを見てって一番ダメージ出せるのを、まああわよくばイオとかでも別に、ならんかなと思ったんですけどね。ヒャドの次に何が来るんかなって。ただこれやっちゃうと、ヤシャコンにしちゃうと、4回攻撃だとアカンスがね、ダメージが乗ってかんすが、要は気合痛めしてっても、一発じゃないから。それが弱点なんですよね。だから1回攻撃の武器で、できれば明日デスマシーンに通る属性があると理想かなと思ったんですよね。それを踏まえて、これちょっと私の手持ちのこれ武器ラインナップ見て、ちょっと、とつってこうかなーなんて思っちゃったりしてるんですよ。これ、昨日か、当たったの見れて、クリスタルクルはこれ3突にしたんですよ。で、もう1本あって、これ、やる気なら4突できるんですよ。で、ラーミアが、1、2、3、4本あるから、3突までいけるんですよ。で、最悪イオンの相手が来た場合、クリスタルクルを4突と、ラーミア3突で、一応アタッカー2人、回復2人だったらいけんことないですがね。で、さらにドルまで言えば、魔剣ありますが、で、それから、常闇ありますが、これ1突までいけますが、そうするとアタッカー2人でいけますが。で、ヒャドで言うと、まあ、通用するかどうか別として、一応ゴシパラが、まあありますが、4突ならどうかなって。
で、ヤシャコンが2本あるんですよ、これ。1凸まではいける。まあ、アタッカー2人ならいける。もちろん何、魔法が機関相手とか、魔法艦隊やってくるとか、そういう話は抜きにしていくと、で、さらにギラで言うと、これがあるんですよ。インフェルノがあるんですよ。で、魔法でこれ火力出してきます。それから、この前当たったやつ、プラチナウィング。これまだ手つけてないですけど、突るかどうか非常に迷ったんですよ。突って、1突にして、インフェルノとセットにして、ギラギラセットにしていく。っていうのもありかなと思うんですよね。で、メラで行くと、これマジカルブースターでメラゾーマ打てますが、それから、あれあとメラ、炎の剣ありましたが、ちょっと待ってくださいね。下の方だったよね。ここら辺じゃなかった？こう炎の剣や炎の剣ね。これで行けますが。で、二つアタッカー装備できる。まあ、魔法と物理ですけど。はい。とつってもなんとかなるぐらいの量になってきたかなって。で、バギで言うと、ナイトメアありますが。で、まあ、相棒は他に強いのがないんで、これ使っていく。真空のを使っていくか、スイカブーメランとか。DK は一応二つはいける。だからアタッカー二人分は確保できとるってことですよね。全体で行くんだったら魔王邪剣の空裂弾使う。火力弱いですけどね。今更ながらっていうのはありますけど。なんとか突してもやってきるような状況になってきた。で、ジバリアで言うと、まあこれもちょっと弱いですけど、カンダートマホーク。それからこの前当たりました、レイピア。一応これは弱いですけど、両方合わせても無突なんで。で、まあジバリアで2ついけるって考えると、まあ、なんとかなるかなーって、ちょっと突りたい色気ができたんですよね。っていうか、この作戦じゃないけど、このパーティー構成なら、火力強い武器が1個ありゃなんとかならんかなーって。海賊の方向を使っていくってことなんですけどね。スパスタのアンコールだけじゃなくて。で、私幸いにもドラゴンロッドあるんで、まあ、デスマシーンのは完全にね、攻略からは本線がずれてますけど、これがなんかやってみたいかなと思ったんですよね。で、ドラゴンロッド持った際、一応バイ仕掛けて、ショータイム発動できますが。で、さらに魔法戦士で、ここでバイ仕掛けたりしながら、フォースブレイク狙いですよね。こっちのバトマスのアタッカーに合わせたので、なんか持たして、まあ最悪ドルマだったらあれだね、持たせなあかんもんね。ドルマよ、あれジバリアか。ジバリアとかドルマがダメか。だったら持たして、フォースブレイク狙っていく。で、ここら辺で回復してって。海賊に関しては何？回復するね、余裕がもう別になしてもいいんだったら、大防御か。大防御だったか。ちょっと待ってくださいよ。ありましたか。大防御。してって、守りながらやってってもいいですわね。だん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 溜めてって、で、海賊の方が先に動いて、で、バトマスに回していく。気合試して、怒って、倍仕掛けて、っていうような風でなんとかならんかなって思っとんすけど、この回数攻撃。シャドウで言うと、ヤシャコン、それからデインで言うと、雷神はきついですよね。だからデインで言うと、私で言うと王者使ってかなか。でも無凸しかない。っていうとこですね。あとは魔法で行くとパワーアップはできんってことですね。一応ね、インフェルノにね、これ、マジックブーストがあるんですけど、ギラで魔法打っていきたい場合だと、これ誰かに持たせるとあかんもんね。使えんもんね。そこだけですね。ちょっとそういう遊びができんかなという布石のために、これで最初に戻りまして、ここ、デスマシンを試してみたいかなということで、わざとシャドウをずらしたんですよ。どうせシャドウは多分通るだろうなって。まあ、前回の構成とそんな変わってないですけどね。職業をバトマスに変えて魔剣にしたってとこぐらいか。で、あと、ガチャで当たってきたんで、メラ耐性の防具が漏れるようになったので、外貨が割と入れれるようになったってことですね。こんな感じで。地味にでかいね、あんたね、SP、SP なんかバカにしとったけどね。メラ耐性漏れるようになって、なんとかあれだね、人数分揃ってくると。こんであとあれだね、王宮が人数分か、ギラとか。が揃ってくると、まあ、あとあるか、ある程度はやれるってことか。SP の、だからあれだね、この防具の耐性取れるところ、あいつも含めて、あのスライム耐性のトレジャーも含めて、4人分セット、頭から下までいけるところがある程度あるかな。んで、あと、シルバートレート、それからあと何だった？ちょっと待ってくださいよ。シルバートレート、それからプラチナ、これが植物ですがね。そう、それでさらにもう一個、ルーンバックラ。はい、ちょっと待ってくださいね。ルームバックラ、ルームバックラ。これもね、地味に当たってきたんで、こうやって突れるようになってきたんですよ。これで獣耐性ありますよ。そうすると、ある程度のところの耐性が取っとけるんで、あとはあれだね、スラミチメダルで、あれ、交換所だ。ちょっと待ってくださいね。このバギ、バギ、バギ、バギ。
ワイルドシリーズ。これを地道に揃えていくってところか。なるとある程度体制取れて、まあまあやっていけるんじゃないかなってことですね。まあそこら辺の布石として、とりあえずこれで行ってみようかなってことですね。アタッカー3人にしてもよかったんですかね、スパーさん。何初戦で負けてもいいから。ここを、ヤシャコンにしてって思いましたけど、まあ、ヤシャコンのダメージは大体多分ある程度出るのは分かってるし、まずヒャドで通らんっていうわけじゃないから、ヒャドがまず明日体制っていうのは考えにくいんですかね、どう考えたって。なんでその第2じゃないけど、特にここら辺のね、マシン特攻がついとるメタスラノーは、まあ、私手持ちあったんで、どんなもんいけるか無凸なんですけど、で、さらに言うと一応手持ちの中で、まあ、高火力。まあ、全体の中で見てもある程度高火力な部類の魔剣、ドルマなんですけど、これが通るか、逆に耐性でもどんなもん通るか、っていうところですね。心構成的にはこんな感じにしたんですかね。これ、ただね、確かにこれ、バロン版前も言ったと思うんですけど、通るって、相性いいと思うんですよ、これ。ドルマが通ればマシンダメージ 5% あるし、まあメラやってくると思うから耐性も 5% 取れるしいいと思うんですけど、ただこれ火力的に見てもね、魔王とそんな変わらんんですよね。これ換算していくと出せる火力がメラ耐性が 5% あるかっていうところは、あとあれだね、魔王を使ってきゃ体力が約倍ぐらいある、76で142だもんね、倍近いとこあるから、それ考えるとまあ魔王使った方がなんかいいんじゃないかな。でメラ耐性の 5% をどう取るかですよね。明日メラやってこんかったら、バロンバーがいらんってことになるから、普通に魔王の使いでいいかなって。刺さるならここしかないかなと、まあ無理やりはめたんですけどね。で、心構成はこんな風にしたんですけど、ここがあれだね、アームライオンじゃあかんで、ね、リッチだ。あ、そうだそうだそうだ、これだ、これだ。コストオーバーだ。そうそうそう、それで悩んでこうなったんだ。そうなんですよね。本当はリッチ入れた方が絶対いいんだよな。マーマンを、そうだね、多分こっち下げてこっちの方がいいと思う。これシェア入るでしょ。でね、ナイトリッチっていやね、私ね酔っ払ってはないんだけどね、ナイトリッチ売っちゃったんですよ、 S を縛ったなぁと思ってね。でこれ多分4つ入りだろうなぁと思って、今ちょっと集めとる最中なんですよね。昨日このなりバロン版の構成を考えとって、4人なりナイトリッチと入れて、特攻つけて、マシン特攻つけて、ダメージどんな風に出せるかって、バトマス4人でやろうかなって編成を作ったんですよ。そしたら、しまった最後の一人、なんでこれないんだと思ったら、あ、そういえばなんか S 打った覚えあるわと思って、昨日から集めとるんですよ。当然集まるわけないですわね。渋いもんね。まあ、そこら辺は余談話をして、皆さんも気をつけましょうということで、それで次が、バトマスなんですけど、こんな感じにしましたね。ナイトリッチがやっぱあれだろうね。マシン特攻あるもんで、素直にヒュンケルドルまで火力出せるし、ホロアビースト欠かせんし、ランプの魔人欠かせんし。これみんな力換算すると大体150ぐらいのやつばっかだもんね。平均的に言うと。ザクッとした換算で。斬撃大義とドルマとか、それからナイトリッチで言うとマシン特攻。あのあたりをザクッとザクッとですよ。換算していくとみんな150ぐらいだから。でもここのあたりにエビルホークが130、140ぐらいで一応入ってくるんですよね、バトマスのラインとしては。まあもちろんこれマシンだったらエビルホーク入らんですけど、マシンじゃなかったらここのナイトリッチのとこ別にエビルホーク入ってくるから、ドルマを撃つっていう前提ね。ドルマだけで、ね、相手の種族全く無視ですよ。だから案外どっかでドルマ来んかなって無理やりこじつけたいんですけどね。アンクルホーンもまだね、と思っとんですよね。それだけなんですよね。そのためにこうやってしつこくこうやってやってるんですよね。それで3番目。まあ、回復スパスタ、無難にこんな感じにしました。要はドラゴンロッドでね、バイシーやりたいのと、ショータイムまき散らかしたいところですね。まあ、ここに集中したいところですね。どんなもんなるか。耐性でもいいわ。うん、どれぐらいダメージ出していけるのか。負け、耐性でも負けん使った方がダメージ出せるのか、無難にやシャコにした方がダメージ出せるのか、そこら辺も比較したいところですね。とりあえず一回やってって、あと数回とかでね、構成変えてってところですね。で、最後の回復、これも一緒ですね、やっぱりね。無難なところですね。なんかもう一個あれだね、そうそう、緑の心がね、出てきてもと思いますよね。まさかデスマシーンが緑。でも、体の色緑だって別に緑でもおかしくないか。表像が緑だったんだもんね。バラモスも緑だったんだもんね。おかしくないっておかしくない。でも、黄色とか赤とかって考えるのが筋だよな。青ってことはないかな。なんか、あんま動き早そうじゃないよね。まあでも、ここの運営さん常識通用しんすかね。とまあ、そんな感じで、とりあえず、こんな感じでダメージ見ながら、
2回3回ぐらいとりあえずこれは何倒せようか倒せまいかそのまま行こうかなと思いますけど、終わった後にもなんか数回武器変えて手持ちでこちょこちょやりたいですね。ナイトメアとかのダメージ見たいですね。あとあれ、まあマシンじゃないけどね、そこら辺の特攻あるところだから、クリスタルクローのゴスマというよりここら辺のね、烈光剣マシン系の威力 180% です。ここら辺のダメージもどんなものなのか見たいですよね。でさらに言うと、もう一個、この前も私言っとったと思うんですけど、どれだった黒ひょうだったか、これも烈光剣ありますが、マシン系 180%、 これもどんなもんか。ただこれも相性悪いよね、斬撃2回だから。私のあれだね、バトマス作戦じゃないけどね、海賊利用した方向作戦に使いにくいからね、気合ためとして。そこら辺のとこだけですよね。まあとりあえずこんな感じで明日初戦行ってみて、まあいろいろダメージ見たいですね。まあ一番の問題なのね、最初の方にも言った通り、デスマシンが弱かったら、さらに言うとそれ以上にデスマシンの心を集める価値がなかったらだけですね。それだけだな。だったらもうあれだな、周回進で、まあでも集める価値がないってことないだろうな、何らかの付加価値はあるでしょうね。まあ常識的に考えや、なんかヒャドアップとかなんかそんなとこかな、さらにゾンビ特攻つくとかないかなって思うんすけどね。まあ明日お楽しみにしましょうですかね。とまあそんな感じに明日のデスマシー私なりにこうね妄想してみましたということで、相変わらずノルマしつこくしつこく考えていますということで、はいということで、そんな感じで終わり。